プロスピエースということで、今日も佐渡崎のプロスピ遊びに皆さんお付き合いくださってありがとうございます。今日はですね、ガチャを試合やった後ガチャをやっていくっていう佐渡崎成長日記を見せていきたいと思います。じゃあ試合、最近でもねちょっとずつ成長してきてるんですよ。その成長具合をね今日見せれるかどうかっていうところですけどね、見せたいですね、しっかり。さあ今日の先発は山本由伸エースです。相手は菅野、勝手すらかな。いよいよ見えてる、見えてる、今日見えてる見えてんわ、見えてる、見えてないやん。柳田行こう、オッケー、ライト線抜けた。さあ坂本行こう、つなごようよ。オールセーフ、おお、ついてる、フィールドチョイス、チャンスいかぞ。ついてる、あんなこともあんねんな、初めて見た。あかん、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 まあまあ、まあ、送りバントと思ったらいいわ。おかわりくん行こう。いいよ、見えてるよ、そのカットのボール球、手出さないよ。落ちろ、オッケー、おった、2点タイムリー。これでもエラーなのかな、よくわかんないけど、なんかびっくりマーク出てたで、これヒットなのかな。はい、三遊間、いい、ワンシーム、しっかり打った。いいよ、連打連打よ、亀行こうよ。見えてる、見えてる、今日は見えてる、なぜかよく見えてる。オッケー、見えてる、見えてる、いいよ、振らないよ、そういうところは。オッケー、ライト前、連打満塁、連打連打。さあ鈴木大地行こうよ、連打連打、ワンシーム、いいよ、そういうとこ手出さなくていいよ。いやいやいや、なんかちょっとカクカクしてきた、カクカクしてきた、ちょっと電波悪くない、ほら、カクカクしてる、カクカクしてる、カクカクしてる、なんかちょっと電波がめっちゃ悪くなってきたし、やばいやばい、カクカクしてる、調子いいのに、調子いいのに、調子いいのに、今日電波が妨害してる。ほらほら、ほら、ふっちゃ、もうほら、ファーストゴロ、うわ、もうなんかいきなりカクカクして、なんなん、まあ5安打2点取ったけど、まあいいけど、いきなりどうしたん、何電波、このいきなり悪くなる、こんなん電波障害的な。あかん、今甘めに入ったよ、コントロールしっかりして、2点取ったのに負けたらギャグやで。ほい、おー、ゲッツー、6、はい、ベースンで、はい、ダブルプレー、オッケー、いいよいいよ、ツーシームと見せかけてシュート、どう、あれ、通じず、通じず、スプリット、これ、あー、コース外れて、コース外れた、振らないよ、ストライクゾーンから落とそうよ、はい、そう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 、ここからの D カップ、あら、振らへんの、インハイストレート、あー、ちょっとコントロールが乱してるよ、アーモートレーション、どうしたのらしくないよ。じゃ外からスライ、ボールからスライダー、あ、三遊間抜けた、ちょっとコントロール乱してるよ今日、うわ、絶好調岡本、現実で、そうそうそう、いいよ、スプリット連発よ、今度は止まったね、同じ高さから通信、インローへ通信、ベストピッチ、おっ、おー、打たれた、おい、点取られた、どうした、やばいやばいやばい、
そうよ、詰まった、オッケー。あぶねえ、なんとか。ランド戦？まさかの。俺がランド戦で勝てるのか？よし、小林は交代だ。さあ、今度行こう。代打の桐生だ、今度。スライダーかと思った。さあ、行け。全く対応できず。そんな配球もあるのね。オッケー。おー、ファールか。フェアかと思った。ファールなのね。何でも振っちゃう。調子がいい時によくあるパターンや。危ねえ、手出しそうになった今。ライトフライ今捉えたと思ったけどな、吠えへんな。あ、スプリットかと思った今。ボール臭いね今。振ってもた。まあいいでしょう、守備抑えましょう。しっかり。あら、フライな。ボール球振らしたいな、なんとか。コントロール今日なんか甘いな。ああ、そうそうそう、いいよ。困ったらスプリット。よし、いいよいいよ。高めから D カーブ。ほい、つまり OK。 いいよいいよ、いろんな球種使おうよ。小林、代打に出される運命、どのチームでも。そう、胸元ストレート。さあ、あと一人よ。お、そうそう、ボール誘って誘って、スライダーと見せかけて通信。いい、ゴーツゴーツ、勝った。5安打。なんかびっくりマークはエラーなのかな、よくわかんないけど、でも記録は5安打。ほら、ちょっとずつ良くなってない、バッティング。どうですか皆さん、やっぱ成長していきたいですね、こっからどんどんね。今回は試合終了後とともにですね、プロスピエースマンスリー感謝祭10連プレゼントスカウト、お一人様1回限り無料で引ける10連スカウト S ランク1人確定ガチャをやります。まあ、バレンティン欲しいね、バレンティン。さあ誰が当たるのかな。絶対当たるから気楽でいいよね。さあ、にっこり、ノースマイル、加藤、お、え、お、山田哲人、いいね、いいね、お、坂本、いいね、結構いいね、これ、さあ、誰、太田光、まあ、いっかな、俺、キャッチャー、S 小林しかいないから、いつも、小林に代打、まあ、ほぼ絶対出るんだけど、甲斐が代わりに行ってたから、S でいないから太田でいいんじゃない。しかも A の坂本ではまだ出そうでね、坂本またできるし、まあまあいいね、いい感じ。さあということで、今回、佐藤選手がバッティング上手くなっただろうという動画を検証しながら、ガチャ、ただのガチャを引いて、まあ、全体的にいい感じですね。ちょっと一回コールドで勝ってみたいですね。コールドで勝つまでやめれませんみたいな、一生やめれなくなる可能性あるから、この企画はダメだな。今度一回、あれしようかな、里崎の解説通りに配球すると勝てるのかどうかっていう検証試合、今度やってみたいと思いますけど、まあ、今回はいい試合見せれたんじゃないですか。